はい、アイダチャンネルです。緊急事態みたいなことが起こって、サークルの先輩で兄弟経済4回生の人がいるんですけど、それとなんか最近、やっぱ言い噂聞かなくて、ちょっと怪しいビジネスっぽいことしてるみたいなことを、まあ、聞いてたんですけど、なんと僕にその勧誘されるんじゃないかみたいな LINE が来て、今日今から会うんですよ。では一体その人がどんな勧誘してくるのか、こう隠し撮りする今日は企画になってます。では見ていきましょう。かけるです。あ、頼むわ。お願いします。お久です。どうしたんですか、いきなり。あ、いや、全然なんかすまん。てか最近ですね、何してるんですか、全然。え、なんか最近サークルみたいに。いや、なんか休学してて。いつからですか。え、なんかちょうど後期から。就活は。いや、就活はなんか決まったけど、うん、なんかもう一応受けろうかなみたいな。そう。なんで。なんかその、なんやろな、まだ社会出るの早いかなっていう。あ、なんかもうちょいいろいろ社会のこと勉強してから出た方がなんかいいかなと思ってて、でなんか最近いろいろビジネスの勉強とかしてて、でなんかコバもなんか YouTuber 頑張ってるやん。はいはい。まあ8期もやけど、だからなんかそういうのでなんかちょっといろいろ話したいなと思って。え、知ってた。知らん、だって半年ぶりぐらいよ。え、最近何してんの、 YouTube ばっか。なんか学校も忙しいよ。普通に学校も忙しくて、YouTube やって普通に全然サッカーもやってたりしてたんで。そう、2人力やったの。 YouTube とかってなんか、うん、何で初めてやったっけ。まあノリっすね、最初。まあ、ノリ、うん、暇やったんで、コロナとかで。え、なんかそのビジネスとか何も関係なく、普通になんかそんなビジネス大事なんですか、そんなに。何するんでしょ。いや、ビジネス大事とかってわけじゃないんだけど、うん、いやなんか俺そのコロナ当時は俺は3回生やって、うん、なんか3回生って就活のタイミング始まるやん、はいはいはい、でなんかそこでなんかいろいろ時間もあるし、なんか将来についていろいろ考えてってなってたら、なんか俺今まで大丈夫かなっていう不安ができてて、なんかその時にいろいろなんかないからって喋ってた。あ、なるほどなるほど。そうだから、なんかショートラとかもそうやったのかなみたいな。あ、全然僕たちノリっすね。まあ有名になりたいみたいな感じで始めた感じです。あ、ただ、ね、ただそのなんかビジネスとかじゃなくて、ただ有名になりたい、うん、あ、なるほどね。じゃあ別にそのお金稼げないとかそんなのないの。まあそうです、お金よりも自分が楽しければいいかなって感じですね。ああ、それあるし、まあ、承認欲求も強いかもしれないです。ああ、なるほどね。全然。 あとモテたいとかもね。ああ、その辺はあるかもしれないですね。なるほどね。いや俺もね、モテたいっていうのめっちゃ思ってて、はいはいはい、なんかそれで言うと、なんか俺はモテるためにはお金は絶対必要だと思ってる。俺は一つ、はいはいはい、まあ、YouTuber やったらまあお金はまあもちろんついてきてると思うんだけど、はいはい、まあ、なんか最近投資とか始めて。投資いつからなんですか。あの休学したの10月から。だから10月から一応始めてて、はいはい、でなんかまあコバも一緒にやらんかみたいな感じの。コバがお誘い。なんですかそれは。何やってるんですか、投資付け定的には。いや、まあ、あの言うたらその仮想通貨のやつ、ビットコインとか。そうビットコインとか、なんか今イーサリアムとかなんかいろいろ種類あるんけど、うん、あれっすは別にできないっすよ。え、できない。何も知らない。いや、まあまあまあ、それはもう今この状態でやってほしいとは全然思ってなくて、うん、まあ、なんか説明とかちょっとしたいなっていうふうに思ってて、最初はそんなあれやってんけど、うん、でも10月とかはもう結構儲けてて、10月じゃない、11月か、11月は結構儲けてて、うん、もう5万とか結構5万っすか。そう、5万5万絶対就職した方ができるんちゃいます。それだって2ヶ月目で5万やで、2ヶ月目で5万、うん、だったら結構すごくない。だって例えばさ、YouTube とかもさ、うん、あの結構1年ぐらいかかってやる、うん、めちゃくちゃ伸びてくるから、うん、いうのを比べると2ヶ月目で5万ってことは、うん、めちゃくちゃなんか今後可能性あるなっていう。どう儲かるあれなんですか、うん、携帯とかビジネスなんですか。あ、ね、まあ、そこは結構大事で、うん、まあ、なんか2つあって、うん、で、まあ、2つ目の方が大事じゃないけど、まず1つ目は、まあ、普通に仮想通貨の売買のやり方って知ってるかも。なんか普通に株の安く買って高く売るみたいな、うん、そう、それを仮想通貨でやる、はいはい、でなんかそれを自分でやるやと分からんやん。でそれを機械にやってもらう。でその機械っていうのは別に俺とかが作ってるわけじゃなくて、うん、もうめちゃくちゃ賢い人たちがもうその頭脳を生かしてもうシステムを作って、なんかこのタイミングで売ってこのタイミングで買うみたいな、うん、っていうのを決めてやってるみたいな。それでは絶対あれなんですか、当たるもんなんですか。でも絶対はないやん、この世は、うんうん、絶対はないけど、うん、確率的に言うと、なんて言ったら期待値かな、期待値1を超えるの、うん、どういうシステムかっていうと、なんかまあ AI が、うん、なんかその仮想為替相場とか、うん、仮想通貨のチャートを見てその場合のジャンルを予測するんだけど、うん、それをなんかチャート見てただチャート分析をするやったら投資の会社もできるやん、うん、そうじゃなくて消費者物価指数とか今の日経平均株価とか、うん、なんかいろんなやつを全部な組み合わせてそれでちゃんと予測してやってるみたいな感じだよな。今めっちゃ1個疑問出て、うんうんうん、そんなめっちゃなんか優秀なソフトあるなら、うん、なんか
自分たちだけでやればいいと思うし、その出回ってるとしたら、もうなんか政府とかがやったらもう一気にこんな不景気解消されるなとか思っちゃったんですけど、なんでそういうの、なんなんですか？ってなると、まあ、それは一つ、まあ、法律の仕組みとかがあって、取得税って儲けてる人ほどめちゃくちゃかかってくるやん、はいはい、前澤友作とかめちゃくちゃ払ってるやん、はいはい、半分ぐらい税金取られてるらしくて、ってなると一人でめちゃくちゃ儲けちゃうと、はい、もうがっぽり国に持っていかれちゃうわけよ、はい、まあ、別に社会貢献的には別にいいねんけど、はいはいはい、国に預けて社会に渡すっていうよりかは自分たちでなんか民間寄付とかの方が俺はいいかなと思ってて、でなんか会社作ってる人もなんかそういう考えで、まあ、どうすればじゃあなんかがっぽり持ってかれないかっていうと、いろんな人間がいる、できるだけ大勢の人間でなんか分散してやってると、まあ一人が稼いでないから、なんかその分税金で持ってかれる額も少ないっていうので、なんか結構いろんな人に呼びかけてるみたいな感じ。ああ、今どんぐらいの規模でやってるんですか？俺が入った当時で言うと、まあまだその50人ぐらいってわけかな。50人なんすか、それはもう完全に 配られてるんですか、その無料でシステムみたいな。いやでもその無料ではやっぱ配ってなくて、やっぱりその無料で配っちゃうとやっぱさリスクもあるやんか、それは悪用されるみたいな、はい、だから俺らとしてもなんか信用できる人にしか渡してない。あで、かつなんかその賢い人、まあなんかその信用できるっていうのに、まあ、なんかそのちゃんとやってくれるみたいなのもあって、なんかそのちゃんとやりますって口で言ってても、まあ、やらんやん人間ってだからなんかそのなんかリスクヘッジというか、っていう面でなんか一応お金はもらって、でそのシステムを渡すっていう形でやらせてもらってる。何ぼ言ってんすかそれは？それはもうちょっと高いけど、普通の学生には高いけど50万円買えんでしょ学生50万円、うん、買えないっすわ、50万ないっすもん。あまあまあまあ、でも普通のね学生やったら、まあ、確かに50万円高いと思うんだけど、はいはい、普通にこれの、まあ、システムは一旦見てもらったら、うん、だこれ絶対いけそうやなっていうのも感じると思うし、で株価の利回りでもなんか 3% とかでも別にいい方やから、はいはい、それから考えると50万払って毎月5万もらえるってめちゃくちゃもっと全然いいと思う。そんな、うん、もうこってこての投資詐欺にしか聞こえないですけど、僕からしたらこってこてのな、こってこてのな聞こえないですけどそれを今、うん、後輩にしてるって感じ、見栄しか僕は聞こえないです。あ、ね、うん、あ先輩としての圧力で僕にその勧誘してるようにしか今聞こえないですよ。あの、あ、なるほどね、投資詐欺、まあ、なんか世間のなんか投資詐欺とかってさ、うん、ほらなんか USB でどうのこうのとか、うん、なんかいろいろあるやん、うん、なんか俺らはマジそういうの全くない、なんかそんな感じじゃない、うん、どんな感じなんですか？和気はあいあいと投資してるみたいな。いや、まあ和気あいあいとっていう面もあるけど確かにな、仲はいいねんけど、うん、なんかそんな感じじゃなくて、なんかちゃんとなんか信用できるシステムを使ってて、うん、なんかそれがどんな形かっていうと、うん、スマホでデータを渡してやってるこれでできるんですか？いや、それじゃなくてもスマホごと1台渡す。あそれにも入ってるんですか？もうそれにもういろいろ入ってる。でもアプリが入ってて、うん、でそれで一応なんかその AI ができどうこうどうこう、なんかその売買のタイミングとか予測するシステムが入ってるから、なんかそれで見て、まあ、やってもらうみたいな形。まあでもそれも完璧ではないね。完璧ではなくて、うん、やっぱスタートアップやから。完璧じゃないやつ60万で売ってんすか？50万な。50万で売ってんすか、うん、完璧って 100% ってないやん、だってそれは。まあそれないですけど。100% 成功するじゃ絶対ないし。うん、ただでも普通でもそれを売る側が言ってんのがなんか、こっからしたらなんか、引っかかっちゃいますわ。なんかそれはまあなんか俺の誠意というか、100% 売れますっていう投資の営業マン信用できないでしょ。まあ、ファイナンシャルプランナーとか。そう。で、そんなやつから絶対誰も商品買いたくないやん。はい、俺はそこは正直にちゃんと言いたい。100% はない。けど、普通にファイナンシャルプランナーとかに預けて、ファイナンシャルプランナーとかが言うような仮想通貨とかでやるよりかは全然そのシステムの方がいけると信じてる、俺は。社長はどういう人なんですか？社長は、まあなんかオリオンプラスっていう会社知らんな、多分まあまあ知らんでしょ、オリオンミュールしか知らないですオリオンミュールしか知らない、まあ、オリオンプラスっていう会社の会社やってる社長さんやねんけど、体格はまあゴリラみたいな感じであるんやけど、なんか普通になんか人情味あふれてて、お酒とかの飲むと泣いちゃうような、なんか熱い人めちゃくちゃマジでキャバクラとかにもおるような成金社長やん、あ絶対、ま、こんなんじゃなかったかね俺らがさ、新刊みたいな人からいやまあ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 私まあどうだよな、うん、私一回の時は2回生でまだ将来のこと考えてなかったしな、うん、ただ頭悪く、ね、お酒とか飲んでただけやったし、うん、そういうわけじゃないと今は将来のことを考えてみたいなところではあるな、うん、今ではないみたいな感じかな。これは普通にぶっちゃけ言うと何も今信用してないですね。あこれ、ね、このシステムに対してオリオンプラスに対して何もないですね。絶対儲からないと僕は思います。分かんないですけど美しいサービスがあったとしても困るみたいな、甘くないかな。確かに甘くはないな。
構やな。そのだって1年間その信用し続けないといけないでしょ。その僕が利益を得ようと思ったら1年間オリオンプラスを信用し続けないといけないでしょ、うん、それできないですね多分。なるほどな、確かに、うん、あそこはちょっと俺の説明不足や、うん、ああなるほど。まあまあまあ、あれなんかさっき2つ稼ぐ方法あるじゃないですか、うん、今なんかそれ為替売買でみたいな感じで話したけど、はい、なんかそのもう1個の方はなんかそうじゃなくて、うん、なんか小場だからこそできるみたいなやり方があって、うん、それが何かっていうと、うん、まあ、なんか紹介。あーもうめっちゃもう、それはもうネズミ講じゃないですか、めっちゃ。いやネズミ講ではない、ネズミ講ではネズミ講じゃないですか。ネズミ講ではない全然全然、うん、まあ、どんな感じかっていうと、うん、さっきのやからそのシステムが50万円やってかかるの、うん、なんかそれを一人に紹介したら、まあ、自分に5万入ってくるみたいな。もしね、例えば俺がコバに紹介するとしたら、うん、でコバが他の人に例えば紹介したとして、例えばヒカルとかに紹介したとしたら、うん、コバに5万入るし、うん、俺はその5万の 10%、 5000円俺に入ってくるみたいな感じ。言うとだから俺の下にコバがつくみたいな感じやな。あ、じゃあ僕に手元のが4万5000円ってことですか。いやもう5万もらえるんですよ。え、どういうこと、どういうこと、ヒカルに紹介したってこと。はいはい、ヒカルに紹介したら5万もらえるし、はい、5万、俺は5000もらえる。誰からっすか。え、もうその50万払うよ。その50万のうちのココバが5万もらって、うん、で、俺がその1桁下の5000もらって、でも俺の上の人がもう1桁下の500円もらって、うん、もうその上が50円もらって。あ、そういう感じですか。あ、普通の人だったら俺の下に5、6人つけるだけで、うん、まあ、全然月に何本みたいなもらえるけど、ココバもインフルエンサーやから、だからそれを活かしたら、うん、コバの下に100人とか作れるやん。もうその視聴者に売るってことですか。僕は。まあ視聴者、そうやな。視聴者でコバ軍団みたいなの作るとか。あ、そうそうそう、コバ軍団。まあオンラインサロンコバみたいな。で投資やってるみたいな。そうそうそう。ようわからんシステムで。いや、ようわからん。まあ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 、まあ。ようわからんすもん。あ、まあでもこれ金融庁別に認めてんねん。このシステム。全然。絶対やそれやばないですか、普通に国が認めてたらそれを。あ、まあまあ、ネズミ講じゃないしな。でもなんかもうスタートアップ支援みたいな感じで、うん、もうなんか金融庁も認めてる全然。そう、しかもさ、これもう今しかなくて、チャンスが。なんで今しかないかっていうと、今岸田総理やん、ね、変わったやん、はい、で岸田総理になってから日経平均株がめっちゃ下がってるの知ってる。まあ、それは何か聞いたことないでしょ。で今下がってるから買いのチャンスやねん、平均株価だけで見ても。全体的に下がり結構やねん、もういろんな値段が。もう今買ってで元高くなった時に売るっていうのを、もう俺ら初心者でも分かるし、それをもうトレーニングシステムはもう最適なタイミングで売ってくれるんよ。しかもなんなら今なんかその新しいオミクロン株みたいな出てるの知ってる。あ、コロナですか。コロナの、うん、そう、オミクロンチャンスみたいな言われてて。オミちゃんね。オミちゃん、オミちゃん、うん、そう、オミちゃん、オミちゃんっていうね。そう、オミちゃんって言われてて、なんかそれもなんかチャンスみたいに言われてる。まあ、そういう感じで僕にもやらないかということです。そう、まあ、うん、まあでも俺もだから信頼してないやつにはなんか教えてんし、まあ、コバ、まあ、仲いいし、サークルの中でも。しかもなんか20日間は俺とか、まあ、俺がいつもお世話になってるめっちゃできる人だから。何日間ですか。20日間特に20日間は絶対 なかったよな、クーリングオフ制限。それが多分さ、多分絶対そうよな。それが多分15日とかなんかでそれいかんようにっていうやつ絶対そうじゃないですか。それでもあれですよ、ミッキーさんもそれ騙されてるかもしれないですよ。ああ、私ちょっとクリニングオフちょっと分かんないから分からん。そのミッキーさんのそのなんていうんですかね、やってることを否定するつもりはないですけど、うん、なんかもうちょっと形変えただけでありきたりな、僕はマルチのように思いました、うん、紹介でお金増えるのと、うん、でそれたまったタイミングで多分逃げるんかなと思いました、うん。ただもそのだから自転車操業してるんちゃうんですか、それ。で50万集めその5万ずつそんな何ヶ月間配るのって余裕じゃないですか、うん、で人増え続ければそれを無限にできるし、でもほんまにこってこてのあれかなっていうのを思ったんですけど、ちゃうんですよね。まあなんか俺入ったまだ2ヶ月やし、うん、なんかまあいろいろちょっと分かってない部分はあって言葉足らずなところあると思う、うん、なんかそこは。まあだからそこはすまん、一旦あれですか、最後の4年休む。あ、まあそうやな、だってまあさ YouTube にこしゃべるし、YouTube にこしゃべるし、一旦サイコ呼んでみていいですか。あ、全然全然、何ならもうサイコにもやってもらったらいいなと思って。そしたら10万か。まあまあ別に55で10万ですね。いや、紹介。普通に俺はもう一緒にやりたいと思って。555で15万ですね。あ、まあ確かにね。これでも早いじゃないですか、もう利益回収、元本回収。あ、まあそれは確かにそうやな。一旦じゃあサイコ呼んでみますわ。めっちゃ久しぶりになっちゃいますよ、サイコだ。あ、めちゃくちゃ久しぶり。翔太郎とかと同じくらい。なるほどね。怪しいな、なんか。来ましたね。おい、おいっす。おいっす、おいっす。あ、ミッキーさん。お疲れ実験。なんすか、今日。え、いや、まあまあまあ。
まあなんかその仮想通貨の売買システムでなんか一緒にビジネスしませんかっていう、仮想通貨、はい、マサイコとかこうはインフルエンサーやから、うん、なんかいろんな人にいっぱい紹介できてて、でもお前やったらもう月も 5,60 万多分稼げると思ってて、前からもうなんか一緒にやらへんかっていうお誘い、うん、いやでもそれ普通に詐欺っすよね。でも